おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールはオメガ白梅頂点さんです。朝一は約50人ぐらいの並びの中、抽選番号は19番でした。本日の立ち回りなんですけれども、前日の下見で履歴見れるだけ見てると、リセットかかってそうな履歴のお題が多かったので、その分設定も使ってるんじゃないかなと思いますので、朝一はまずバジリスク、絆、マドカマギカあたりから設定狙いで打っていきたいと思います。本日明日東京での収録がありますので、実戦時間に限りがありますので、移動するんであればいつも以上に早く見切りつけて移動して、初期投資を、できるだけ抑えれるように頑張っていきたいと思います。本日から S ランクでの実戦になりますので、まず初戦しっかり白星で帰れるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。7揃いしてますね。絆が無理と。いらっしゃいませ。はい、では朝一は、まどかマギカから打っていきます。本当は絆朝一打とうかなと思ったんですけども、埋まってたので、まあ、2番候補のまどかマギカ設定内で打っていきたいと思います。はい、では打っていきます。朝一1ゲーム目で合格。ちなみに、この台が前日285ゲーム目で、まあ見た目上の画面通常ステージで終わってたんで、まあ、おそらく設定変更での合格以降だと思います。まあまあ、なんで今さら7日間かみたいな感じにもなってきますけども、まあ、再導入してみても多かったりしますけども、まあ、それ以上にあのデータずっと見てたら、このオメガさんが、バジリスク、キズナバジリスク2、マドカマギカあたりが強そうなデータの台多いんで、まあ、もしかしたらそのホールが設定使いたい機種の可能性が十分にあるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、このマドカマギカも高設定期待できるんじゃないかなとは思います。私に乗ってくるかい。あれ、 MB の後にクラッチで激圧ってことはキョーベルですかね。64ゲームキョーベルです。93ゲーム発展です。95ゲーム、キョーベルからのボーナス当選です。で総投資が、400枚です。ビッグボーナスです。Oh, my God.
ーボーバッシュ124枚でした。わけがわからないの。今日チェリー弾く少し前に前兆っぽい演奏が出たんで、まあまあどっちでも、ゲームス解除でも今日チェリー解除でもありそうなタイミングになってまいりましたね。ゲーム、あ、確定やったかな。めちゃめちゃ熱いとこ行きましたね。96ゲーム、この時間当選です。多分ゲームスっぽいですね。追加投資団で今総投資が500枚です。ビッグボーナスです。ローベルから高確率20ゲームです。おお、しかもダブル揃い。これはラッキー。これで、ワルプルギスも確定しましたね。クレーボーのシールに186枚でした。連絡からして、頑張ります。でダブルドローだったんで、とりあえず 70% 以上の継続率とワルプルギスはしかも4分の1くらいで 80% 継続なんで、結構現実的な数字で最高継続というわけで、7ゲームワルプルギスのようです9セット85ゲームを乗せて終了です。69ゲーム8点です。それで72ゲーム、ゲーム数でのボーナス達成です。で、とりあえずキャラ矛盾なんでビッグは確定ですね。ビッグボーナスです。
回は子役解除してた可能性もゼロではないんで、まあ、モード確定で分かってはないんですけども、少なくとも、今回天国行ってくれたのは、まあ、まあ悪くない要素ではキーはなりましたね。でおそらくですけど、あくまで予想になってしまいますけども、まあ朝一の、リセットの降格以降、だから通常時に見れた、ジャック・チェリーからの降格以降、ボーナス後の降格以降を見ると、まあ、そこだけでしかないですけど、偶数っぽい挙動してるんで、まあ、そうなるとおそらく朝一がリセット設定変更の通常 B スタートで、天国行って天国2連したっていう可能性が一番高いんじゃないかなと思います。アップしましたね、ステージが。ワルプルギス行ってくれてるといいですけどね。チャンスで80ゲーム発展です。で、タイトル花火柄、多分ワルプルギスだと思うんですけどね。チャンス目からワルプルギスの役です。84ゲームです。で3セットで15ゲームです。チャンス目でプラス10ゲームです。マジタイトル、168ゲーム、キョウチェリーです。チャンス目からのワルプルギスです。まあ、AR ティッチはそこ当たり確率そんな高くないんで、まあ、こんな感じになりますよね。まあ、でもこれでこのまま200のゾーンまたければだいぶいいんでね。というわけで4セットで20ゲームの上乗せでした。まあ、でも今ボーナスが200超えて残りが30ゲームあるんで、まあ、とりあえず200のゾーンはフォローできましたね。とりあえず強チェリー1個分は潜伏確定してるんで、まだもうちょっと残ってますね。これが強チェリーの分ですね。
わけで、前から死に124ゲーム1003枚でした。これモード A やと思って売ってるんですけども、100ゲーム台でゲーム数便所 ART 中に入ったのと、200ゲーム台でゲーム数解除の全長来なかったんで、モード B っぽい挙動をしてるんですけども、まあ、前回天国やとすると、まあ、設定関係なしで、前世で共通で、まあ、10% 弱でしか通常 B 行かないんですけども、まあそれが 10% もあるのか 10% しかないのかはあれなんですけども、ちょっと難しいところなんですけども、まあ今300ゲーム手前っていうところなんで、ちょっとそれの確認、まあ通常 B だったら打てるんで、まあまあ300ゲーム台の全長ちょっと確認しようかなと思います。ああ全長来てますね。ってことは、まあ、ほぼモード B ですね。まだ足りないわ。え？なんか聞いたことない予告になりましたね。個性かな。326ゲームチャンス目です。327ゲーム円環の断りです。頑張ってるお兄さん。さらに332ゲームチャンス目です。広角がまだ残ってるとすれば当たってほしいんですよね。最悪でもこのチャンス目で、341ゲーム発展です。チャンスアップゼロ。はい、でめっちゃ熱いじゃないですか。ってことは、さっきの円環の断り入ってる時か、まあまあさっきの前兆中に引いたチャンス目の前兆ですね。これがいくよ。362ゲーム8点です。タイトル赤字。チャンスアップ2つ。次で365ゲーム、チャンス目での当選です。ビッグボーナスです。ボーナス終了で168枚でした。わけがわからない。あ、え？なんか特殊なチェンジになりましたね。はい。やっぱもう全国行ってますね。22ゲーム円環の断りです。今のところモード以降は文句なしにいいですね。で、マジャクシリープラスボーナス終了後の降格以降からするとまだ偶数濃厚
っていう部分も多いんですけども、今何ゲームぐらいですかね、1200ゲームぐらいですけども回して、ジャッジリー確率が130分の1と設定1をかなり振り切って下回ったり、まあ、通常時追加からのマジカルチャレンジが6分の0だったりっていうとこでは、まあ不安要素もだいぶ多いですね。というわけで34ゲーム判定です。7ゲームチャンス目です。というわけで38ゲームゲーム数でのボーナス達成です。ビッグボーナスです。それで、枚数積みで315枚です。今日は月が綺麗だね。天国からの今日は月がってことは天国ループの可能性が高いね。というわけでプチボーナスで96枚獲得です。わけがわからないの。でまあ、相変わらず今のところ僕の台モード以降は、かなり広角以降を見る限りブースっぽいけど、でスイカからのマジカルチャレンジなんとかちょっと良くなってきて9分の2、マミさんみたいに素敵な女性になりたいな。でそこではまあまあ私もまずは悪くはないって感じで、追加からのマジカルチャレンジです。これで10分の3です。ということは一応今の時点では設定6の数字になりましたね。178ゲームマジカルチャレンジからのボーナス当選です。ボーナスです。バッチリから広角に抜けるです。またダブル揃い、400分の1ですよ。だいぶラッキーですよ。はい、今日の終了で154枚でした。今日は月が綺麗だね。というわけで本日 2回目のマイカラッシュです。チャンス目で10ゲームです。で、ダブルドライブのワールドレです、ね。5ゲーム8点です。
連絡来ましたね。ソウルジェムは青色。まあ、29ゲーム。16セット264枚で終了です。で、終了後あの一番下の画面、一番下のステージじゃないんで何かしら当たってますね。うわー、あと4連20連いけばホームランエピソード確だったんですけどね。だけど109ゲーム発展です。63ゲームボーナス、ゲーム数でボーナス達成です。おそらく天国でボーナスやったのがワルプルギスで伸びたって感じのやつですね。ボーナスです。怪我分からないよ。で、プチボーナスで10ゲームの達成です。で、今残りが317ゲームからです。すぐ全長入ってるんで、もしかしたらさっきのボーナス全長中に引いた、強チェリーからワルプルギス当たってましたね。だけど5ゲームワルプルギス中です。セット110ゲームが乗せてで、今残りゲーム数が423ゲームです。今、270ゲームぐらいから
から全長始まってて、レア薬はスイカしか出ないんで、200台後半のゲーム数解除か、ゲーム数でのワルプルミス挑戦になります。289ゲーム判定です。さて、悪魔の光って何が出てくるか、ボーナスでしたね。292ゲーム、ゲーム数でのボーナス挑戦です。ビッグボーナスです。この終了でトータル1291枚です。10ゲームの上乗せです。訳がわからないの。ボーナス終了後で残りが197ゲームからです。ラッチリーで20ゲーム。20ゲーム発展です。まだ全長続いてますね。30ゲーム発展です。花火柄タイトル。で、ワルプルギスの夜で34ゲームから。4セット20ゲームの場面です。激アツ出ました。マジタイトル。これはおそらく天国の前半で当たってたのかもしれないですね。ということで、68ゲームです。一番出せです。いや、ほんまにモードエコーはもう抜群ですね。今これで10回目のボーナスなんですけども、まあおそらくモード A 1回もループはしてないんじゃないですかね。お、今プチボーナス3回目なんですけども、ホムラなしパターンのキャラ紹介ですね。これが設定3以下だと、選択率が大体 6%、 設定4頃だと 15% あるんで、まあ、さらに1本高設定に近づいたんじゃないですかね。
ということでボーナス終了でトータル1512枚です。今日は月が綺麗だね。エアルティ残り208ゲームです。それでプラス20ゲームです。それでプラス10ゲームです。1ゲーム発展です。チャンスアップ2個。25ゲーム、おそらくチャンス目からのワルプルゲスのようです。プラス20ゲームです。今残り235ゲームです。でさらにワールプレ終了後速で全然置いてるので、55ゲーム、よろしくです。2セット10ゲームの上乗せで終わりです。全長でしかもバズーカ結構熱いですね。ワルプレギスかな。283ゲーム発展です。ラップ1個ボーナスでした。286ゲーム、ゲーム数でのボーナス当選です。ビッグボーナスです。ボーナス終了でトータル2341枚です。今日は月が綺麗で、残り ART 30ゲームです。ラスト、このセブンが20ゲームです。
37ゲーム履くね。赤字タイトル。ちゃんちゃんちゃんからの拓也殿。41ゲームボーナス当選です。またもや A から一発で全国行きましたね。ボーナスです。ボーナス終了で到達2644枚です。諦めたらそれまでだということは、かなり全国グループいいんじゃないですかね。ラッキーリーからプラス10ゲームです。ちょっと今のボーナスの諦めたらの、内訳をちょっと確認したんですけども、あれですね、通常へ否定のセリフなんで、天国、前回天国であれば当然、当然じゃないですけど、まあ、ほぼ天国ループ確定っていう状態ですね。ただゲーム数ないんで、天国の前半の振り分け選ばれてなければアウトですよね。で今残りゲーム数と現在消化ゲーム数合わせたら31ゲームなので、理想はこのまま上乗せなしで終わって、ボーナス延長に食い込んでプラス50ゲーム出てきてボーナスというのが一番お得なパターンですね。ラスト、よし、あとの世話なし。はい、じゃまず一旦ARTL634 ゲーム2706名でした。もうこれが一番理想パターンで、すぐにボーナス出てくると。38ゲーム発展です。42ゲーム、ゲーム数解除でのボーナス当選です。で今のはめっちゃうまかったと思いましたね。ボーナスです。でプラス10ゲーム。キャラ紹介は通常パターンです。今のところプチボーナス4回引いて3回通常、1回高設定したパターン、はい、ボーナス終了で2814枚です。20ゲームの手です。賭けがわからないよ。残りが59ゲームです。
田天国湯見てくれてましたかね。45ゲーム発展です。花火がらたいたで次48ゲーム、ゲーム数0本だったんです。ワンスレでプラス20ゲームです。ビッグボーナスです。ボーナス終了でトータル3123枚です。残り42ゲームです。次回予告、あ、ワルプルギスでしたね。ラスト3ゲームとかでワルプルギスが入りました。ボーナス間で41ゲームからワルプルギスの夜です。3セット20ゲームはのせで終了です。残りが23ゲームです。ラスト、はい、というわけで757ゲーム3310枚でした。はい、では、マイクラッシュ終了して、引き戻しのいいこと確認したこのタイミングでもう一度周り見に行きたいと思います。今打ってた窓曲げなんですけども、モード以降、かなりいいんで、まあ、打ち続けようかなとも思ったんですけども、まあ、逆に弱チェリー確率かなり悪かったりと、ちょっと不安要素も拭えない部分もあるんで、思い切って窓曲げやめて、ここからゾーン狙い天井狙いに切り替えて立ち回っていこうかなと思います。今出玉のうち2箱だけ流して2688枚でした。で、あと一箱だけ、持って、この後立ち回っていきたいと思います。ゲーム数だけでももうすぐ300なんで、全然期待値あると思うんで、今回とポイント狙いで打っていきたいと思います。まあ、追うほどの数字もないんで、ここでこの台はやめて他の台探しに行きたいと思います。エヴァ窓上げやめてから、結構台探してるんですけども、まあ、肛門茶碗以外にゾーン狙いできる台もなく、で今打ってらっしゃるお客さんも結構腰据えて打ってるお客さんいるんで、これからも飽きそうないんで、あともう打てる時間ももうほとんどなくなってきたんで、まあ、ちょっと物足りない感じはあるんですけども、まあ、このタイミングで今日の実戦は終了にしたいと思います。すいません、ありがとうございます。今交換した分が1208枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。
本日の立ち回りなんですけれども、まあ、最初から設定狙いでまた釜揚げが打ったわけなんですが、まあ最終的に、まあ僕辞めたタイミングでも、まあ、設定46ありそうな状況の中、まあ、確信持てる状況に、まあ、あの時間になってなかったので辞めたんですが、まあ帰り際に見ると、まあ、バジリスク絆バジリスク2、まあ、どこかマギカあたりに特に、まあ、こう設定らしき台もあったんで、まあ本日あの、下見の際に、まあ、狙い消しとして、絞れていたことが、まあ、今日の大きな勝因につながったんじゃないかなと思います。まあ、それでも、その後、まあ、ゾーン狙いに切り替えたんですが、全然数打てなかったっていうところは、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、ちょっと消化不良な感じになってしまいました。本日の結果なんですけれども、投資が500枚、回収が3896枚、サマイがプラスの3396枚になりました。本日 S ランクでまず1勝目することができましたので、まあ、あと2戦で決めれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。